ムブワナ、アリ・サマッタは、タンザニア・ダルエッサラーム州ダルエッサラーム出身のプロサッカー選手。タンザニア代表、ベルギーファーストディビジョン A のロイヤル・アントワープ FC に所属している。ポジションは FW。一般的には、ムブワナ・サマタと表記されることもある。2010年にタンザニアンプレミアリーグのシンバエーでプロデビュー。 ルーキーシーズンの2010から11シーズンに25試合13得点を記録し、翌年今後民主共和国のリナフットの強豪 TP、マゼンベニー籍。同チームで2012年からリーグ3連覇を達成。2015年にはカフチャンピオンズリーグ2015で7ゴールを決め得点王を獲得。大会優勝に導いた。さらにフィーファクラブワールドカップ2015に出場。 準々決勝でサンフレッチェ広島と対戦するも0から3で敗れた。2016年1月29日、ベルギーファーストディビジョン A の KRC 変クと2020年までの契約を締結。加入2年目の2016から17シーズンに10ゴールを記録。さらに2018から19シーズンは自己最多の23ゴールを決め、2010から11、 シーズン以来の優勝に貢献。エボニー州も受賞した。2019年11月5日の UEFA チャンピオンズリーグのリバプール FC 戦では、敵地アンフィールドで一時同点となるゴールを決めたものの、試合は1から2で敗れた。2020年1月20日、アストンビラ FC と2024年までの4年半契約を締結。プレミアリーグ初のタンザニア出身選手として、 その名を刻んだ。2020年9月25日、フェネル・バフチェ・スケート4年契約を締結。2020から21シーズンはビラからの期限付き遺跡となり、翌シーズンから完全遺跡に移行する。2021年8月31日、買取オプションが付帯する1シーズンローンで、ロイヤル・アントワープ FC に加入。2011年に、 タンザニア代表に招集されて以降、エースストライカーに君臨。アフリカネーションズカップ2019にも出場した。ありがとうございます。